伊豆半島沖地震は1974年5月9日に伊豆半島で発生した地震。1974年5月9日8時33分27秒に発生した。過去に地震被害の記録のない地域で発生した地震であり、震源は北緯34度37分48秒、東計138度46分48秒の 色先沖南南西約5キロメートルであった。やや北方の南伊豆町の海岸付近とする説もある。震源の深さは9キロメートルで地震の規模を示す。マグニチュードは MJ6.9。静岡県鴨郡南伊豆町で最大震度5を観測し、死者30名、全壊134棟など大きな被害を出した。この地震以後、 伊豆半島付近の地震活動が活発になり、1976年に河津地震、1978年に伊豆大島近海の地震が発生している。地震により、移動先から北西方向へ伸びる長さ約 5.5km の移動先断層が出現した。破壊過程は約11秒間で進行し、地震モーメントは 7.6018nm である。 食い違い量は断層面中央付近の数キロメートルより深い、領域では1.2メートルから3メートルと大きく、浅い領域では断層面の南東端付近を除いて0.5メートル以下と小さい。地表に出現した色先断層は観測された地表地辺から西北西東南東の走行で、 北落ちの右横ずれ断層で、横ずれ量 30cm、縦ずれ量 15cm と考えられる。また、平行して、長さ約 1km の色崎南断層、色崎北断層も出現した。震度3以上を観測した地点は次の通り、最大有感地点は北海道の帯広市であるが、このような飛び離れた勇敢地点を除いた最大有感距離と、 マグニチュードとの関係式から求めたマグニチュードは、M イコール6.0から6.1であり、気象庁マグニチュードに比べかなり小さい。また、同程度の規模の1963年越前、三崎沖地震や1969年、小川半島沖地震に比べても、有感半径はかなり狭かった。色先断層の地形図この地震による被害は、ほとんどが、 南伊豆町に集中した。その中でも中城地区は白畑山の斜面で幅約60メートルにわたる山崩れが起き、山裾の22個が飲み込まれた。この時に崩れた土砂の量は約3万立方メートルにも及んだと言われる。この山崩れでは27人が生き埋めとなり、後日全員の死亡が確認された。半島南部の山崩れの多くは、 業界岩室の休憩者地や崖で発生していた。また、内陸部ではヘビー種火山の噴出物の休憩者地が多く、いずれも過去に崩落を起こしていた場所が多い。また、埋没した家屋から火災が発生し、二次被害が拡大した。地震が襲ったのが朝8時半過ぎであったため、地元の漁師はすでに漁に出た後であり、下田市などに通勤する若者や幼稚園、小、 中、高校などへ通学する、子供たちは家を出た直後であった。生き埋めになったのは、家にいたお年寄りや主婦、幼児が大半であった。子供たちだけが残されるケースもあれば、両親や妻子を亡くし、働き手だけが残されるケースもあった。さらに、漏れたプロパンガスに引火したことにより、埋没した家屋から火災が発生し、数日間燃え続けた。移動先では、 断層直上の色尾崎灯台が崩壊。航行中の船舶に包囲信号を送ることができなくなった。南伊豆町の東に位置する下田市も人的被害はなかったが、多くの建物が損傷した。家屋の河原は抜き並み落下し、旅館街のブロック塀が倒壊した。被害の総計は、死者30名、負傷者102名、家屋全壊134個。 一部損壊240個、全焼5個。山崩れ、崖崩れは101カ所であった。天城山の南西地域の加か温泉など、鴨村川津町以南の源泉では、全般的に温度もしくは、湧出量の増加が見られたことが報告されている。また、天城山以北では、伊東温泉、池島温泉で、湧出温度の上昇が見られたが、1から4週間で平常に戻った。 ありがとうございます。